いや春の春風の通り道良かったですね。そうですね、目の前緑が目の前に広がってきてとても気持ちよかったです。さて2曲目にお送りします曲はオペラ座の怪人です。この曲は去年マーチングコンテストで演奏した曲なんです。いや夏を思い出しますね。そうですね、特に冒頭が印象的なので注目して聴いてみてくださいね。指揮は本校ドラムメジャー増田千佳でお送りします。ちょっと待って、こっちを切っちゃって、あ、すごい。